工藤公康ジャパン、バクタン、野球日本代表、侍ジャパンの次期監督候補が前ソフトバンク監督の工藤公康氏に一本化される方針であることが29日分かった。3月の第5回 WBC で3大会ぶりの優勝に導いた栗山英樹前監督は5月末に任期満了で退任。連覇を目指す次回大会に向けて協会委員会で後任選定が進められている。工藤氏はソフトバンク監督時代、在任7年間で5度の日本一に輝いた名将。現場復帰への意欲は十分で、受諾に大きな支障はないとみられる。まあぶっちゃけ工藤しかおらんよな。妥当やな。短期決戦強いしええやろ。工藤は工藤の次がいないレベルやわ。ソフトバンクファン、工藤は無能。なお短期決戦、まあ本人がやる気かどうかだけやろ。短期決戦の鬼、優勝を目指す上で史上最高の選手であり監督が工藤、次の次とか大谷も出んやろうしええやろ。次負けたら新庄にでもやらしといたらええ。最終年の辞め方から現場復帰意欲があるとは到底思えないんですけど、一番良い人選やろ。短期決戦の通算成績マジですごそうだよな。勝率ズバ抜けてそう。やばすぎわろた。妥当やけどまた工藤が叩かれるの見たくないわ。里崎とか古田あたりにやらせとけよ。里崎は草。工藤ホークス時代の選手は次の代表にほぼ入らなさそうなのはちょっと皮肉やな。周東がまだ走れるならありうるくらいか。このチャンネルでは野球ファンの様々な発言をもとに、独自の視点でファンの声をまとめた動画を毎日発信しています。最新の野球ニュースを見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。